皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は初めてのドラムということで、初心者の方に向けてドラムレッスン動画を作っているところでございます。そしてこの今回の4本目の動画ではフィルインというこのドラムのね見せ場みたいな、その練習をしてみようかなと思いますので、よかったら頑張って習得をしてみてくださいませ。まあ、こう基本的なリズム、基本リズムを叩いていって、この場面切り替えのところで、なんかこういろいろとプロルーツってこのかっこいいところを見せるんですよ。そのかっこいいところを見せるのが、まあ、フィルインという感じです。ちょっとなかなかね、分かりづらいんですけども、フィルインの練習をしていくわけです。頑張って習得をしていくぜ。イエーイ！では、まず、いくつかまたステップに分けて練習をしていきたいんですけれども、また、パタパタイメトレからいきましょうか。パタパタイメトレ練習からいきます。まずやっていきたい、まずやりたいこと、やっていただきたいことは、右手と左手のパタパタです。パタパタ。交互にパタパタしてください。右手発信で、パタ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 。で、この時に、手首はがっちり固定されて、腕からこうやって振らないように気をつけてください。軽く、楽に。パタパタをしていきます。で、このパタパタしているときに、途中でその、なんか、つっかえて、速くなったり、遅くなったり、同時になったりとかせずに、きれいに、パタ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 。叩けるように、気をつけてくださいませ。大体そうですね。目標としては、まあ、テンポ100ぐらいかな、って感じですね。テンポ100を目標にやってみてください。とりあえず、第一ステップ100。100というのはどのぐらいか、このぐらい。パタ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 練習するときに言葉に当てはめて練習をするとイメージがつかみやすいかなと思います。例えばその滝沢とか和歌山とか神奈川とか橋本とか相模原は5文字だからダメだ。ちくわぶとかなんかちくわぶ、白滝、こんにゃく、ちくわぶいいですね。ちくわぶでそのちくわぶちくわぶって言いながら叩いていくとそのリズムが整うかなと思います。でまず目指すは100ちくわぶ。100ワブです。100ワブ。100チクワブ。チクワブ、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 チこんな感じです。どんな感じだって感じですけども、こんな感じです。このメトロノームのペペペペっていうのに合わせて、まあ合わせていくわけなんですけども、チクワブのチが右手です。で、このメトロノームのこのコって音が、チクワブ、チクワブ、チクワブという感じです。iPhone、Android、いろんなメトロノームがございますし、普通にフリーの無料のメトロノームを使っていただいて大丈夫です。とりあえず僕がちょっとお勧めさせていただきたいのは、このヤマハのメトロノームでございます。200円ちょっとぐらいするんですけども、これすごい精度がめちゃめちゃいいので、これとってもお勧めでございます。はい。歌いそうステッカー。そんな感じです。100チクワブを、ちょっと練習してみてくださいませ。で100チクワブ。チクワブ、チクワブ、チクワブ、チクワブ。これがなんとなくできるようになってきたら足を交えます。足。どこで右足を踏むのかっていうと、チクワブの地で、踏んでいきます。こんな感じ。チクワブ、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 チチクワブ、チチクワブ、チクワブ、チチクワブチー、チクワブチー、チクワブチー、チクワブチー。何のことか分からなくなってきましたけど、そんな感じでございます。チで足を踏むと、チクワブ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 。そうですね、なんか人生33年間でこんなにチクワブ、チクワブ連呼したことは多分ないぐらいの勢いで、チクワブ、チクワブ言っています。チクワブ、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 チー。で、100ができてまだまだ全然余裕だぜという方は、メトロノームのテンポを上げて、どん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 上を目指してみてくださいませ。理想としては、そうですね。140って早すぎるかな。140が今の段階できれば超絶申し分ないです。140できたらマジ申し分ない。チクワブ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 チ、これできたらマジ申し分ないです。ちょっと140目指して頑張ってテンポアップを図ってみてください。けど100できれば十分です。100できれば十分です。もしもっとテンポアップを目指してやるぜっていうパッションありましたら140目指していただけると嬉しいです。で、これがまずイメトレですね。チクワブ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 。
これができるようにできたので、実際ドラムセットに座りましょう。ドラムセットに座って練習していきましょう。で、ちくわぶちくわぶのときは両手ともスネアに、手を置きます。そして、この状態でバスドラで、チを鳴らしながら、チチチチチチチという感じで鳴らしていきます。で、ちくわぶ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 しながら、100で叩いていくわけですね。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとぶれましたけども、こんな感じです。で、これができるようになってきたら、ちょっとこの右手左手を移動させます。どんな感じで移動させるかというと、こんな感じ。2チクワブ、スネア叩いて、2チクワブ、タム叩いて、クラッシュとバスドラで終わります。チクワブ、チクワブ、チクワブ、チクワブです。それぞれ2チクワブ、2チクワブ、してから。こんな感じでスネアで2チクワブ、タムで2チクワブして、クラッシュとバスドラで締めると、こんな練習をしてみてくださいませ。可能であればメトロノームと一緒に練習できるとすごくいいです。で、これができるようになってきたら、いよいよ、もうちょっと、フィルインっぽくしていきます。今のができたら次のステップに進んでいきましょう。どんな感じで弾いていくかっていうと、普通に8ビートを叩いて、その途中からチクワブを入れていきます。こんな感じ。ドン、ワブチクワブ、トツタツドン、ワブチクワブ、トツタツドン、ワブチクワブ、トツタツドン、ワブチクワブ。これです。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。どうよ、どうよ、なんとなくわかりますか。ツツタツドン、ワブチクワブドンです。ちょっとこれを繰り返しやってみてください。もう一回やってみます。こんな感じです。やっぱりこの右手と左手のこの移動が絡んでくるとちょっと難しくなってくるんですよ。やっぱりこのね、狙いが外れて、このリムを叩いてしまったりとか、空振ったりとか、違うところを叩いちゃったりとかすると思うんですけども、冷静にどんな体の動きをしているのか、しっかりとこの確認をしながら、なんか慣れていただけると良いかなという感じです。で、これができたら最後です。今回の動画の最後のフレーズをやってみようかなと思います。ドツタツドンワブチクまでは一緒です。最後のワブをタムにしましょう。左手と右手の移動が入ります。ドッツタッツドンワブチクワブ。ドッツタッツドンワブチクワブ。やってみます。こんな感じです。これができればまあ申し分ないです。これができればまあ申し分ないです。イメトレの場合だとそのね、移動ができないんで、ちょっとこうね、本当にこうちょっと位置をずらしてイメトレを、ドンツッタッツドンワブチクワブドンツッタッツドンワブチクワブなんていう感じで、ちょっと位置をずらしてイメトレをするしかないんですけれども、まあ手はこんなんだけれども、もう頭の中でもドラムセットを叩いてるぐらいの勢いで、ちょっとイメトレをしていただけるとすごく良いかなという感じです。はい。ちょっとまあ、ぐっとね、内容が難しくなりましたけども、以上が、フィルインの練習でございました。
他にもたくさんフィルインの種類はあるんですけども、とりあえず今回は、以上です。これができれば、まあ、申し分ないでしょうということです。次の動画では、ここを叩けばこんな音が出るとか、こういう雰囲気を出したいときは、この楽器を使うとか、ただそんな感じで、この表現力っていうんですかね、その表現の幅についてお話をさせていただこうかなと思います。ちょっとね、内容が応用的すぎて、抽象的すぎて、なんかこう、言ってる意味がよくわかんないぞってなっちゃうかもしれないんですけれども、まあね、ドラムの面白いところでもありますので、ぜひそちらも参考にしていただけると、僕としては嬉しいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。頑張って習得をしてくださいませ。さよなら。ははははははは。